それよりも何よりも僕ざっと気になってるんですけど、コメント何かあったんですか？あ、いいんですか今言って。はい、これも今日オープニングで機材トラブルがあったんですけど、はい、なんかね、最初ちょっとコメントで BGM でかすぎ、声聞こえないっていうのが入ってます。うんうん、でこれってこの BGM の話じゃなくて、僕今日こういう風に語りするときにちょっと雰囲気出した方がいいかなと思って、一応 YouTube で作業用ホラーのこう BGM みたいなのを出したんですよね。で、止めたんですよ、絶対的に止めたのに、多分それかかったんですね。ほう、でもオープニングのだから何分かは多分その音が入ってて、クルーズさんが来た時にそれで BGM でかすぎ音聞こえる、何これみたいな感じになってたから、あっと思ってこう開いたら再生になってた。お前一回止めてましたからね、本当に。あと声小さいっていう、音声小さいっていう、なんかね、うちの BSP が言ってて、でも結構普通にいつもぐらいの感じでやってるんです。あ、今ピークに持っていけるようにはなってます。そう、はい、結構ね、もうそれ音声も結構普通、いつもよりまあもうねぐらいの感じでやってるけど、なんか不具合出すぎだなっていう今日。おこれそれこそ先週単独イベントあって、はい、そのイベント会場でマイクチェックしてリハで、いやまあこれで大丈夫ですね、照明もこれでいきましょう、じゃあ映像このタイミングで、画像このタイミングで、全部終わって、で本番始まって、それでは翔平さん、ぜひお願いいたします、でステージ立って、いやどうも皆さんはじめまして、翔平って言った瞬間からもうマイク死んじゃって、で何歩叩いてもダメだから、すいませんっつって、マイク死にました、あ、わかりましたって、そこの担当の人が来て、その方がマイク持った瞬間にブッつってマイク音も出て、へぇー、音入りましたよ、あ、じゃあありがとうございます、受け取った瞬間ブッって死ぬんですよ。最初の20分間生声で頑張る。あからさま。翔平さん絶対なんか持ってる。俺でもその時のイベント会場でも言われたんですよ、お客さんに、翔平さんってすごい幽霊にモテますねって言われて、なんでって言ったら、そうついてるわけじゃないけど、翔平さんが会談をすると翔平さんに興味を持った霊が一回集まってくる、でつこうと思うらしいですよ、つこうと思った時に、でもなんかこいつ根本的に明るいから嫌って言いなくなるんです。正確でカバーしてる、正確でカバーしてる。もしかしたら今もういるかもしれないけど、もしかしたらいるかもしれない、全員サザエさん状態でこう集合ってことでビーってこうやって行ってたもしかいるかもしれない、ただこれでもう一つ安心してほしいのが、全部俺に来るから他の人には害はなし。全然もないです。なるほど、うん、それはなんか分かる気がする。さあではちょっと鎌様が終わったので、はい、まあ少しだけ僕もちょっと喋ろうかなとは思っておりますけども、はい、ちょっと何喋ろうかな、ずっと頭の中で何個かこう浮かんではいるんですけど、うん、どれにしようかなと思って、まあちょっと旭川のネタでも行こうかなと思って、まあ翔平さんにはこれちょっと話したことがあるんですが、うん、タマさんも多分何回か聞いたらいると思うんですけど、うん、僕昔旭川で働いてた時に、うん、その施設よく出てたんですよ、うん、お化け的な幽霊的な、うん、まあがっつり出てるわけじゃなくて、実は人影を見たっていうのは本当に数例しかないんですけど、人が歩いてないのに自動ドアが開くとか、そう、まだオープニングスタッフだったので、オープニングする前にこう掃除だとか各部屋の掃除とかをしてる時に誰かにすっごい見られてる感覚とか、あと2階だけやたら暗い、3階建てだったんですけど1階は明るい、3階も明るい、2階だけえらい暗い、何これっていうのがあって、じゃあ始まりました、施設の開設始まりました、で営業してる中で僕が夜勤中に2人体制で夜勤をやってたんですけど、バーってその12時過ぎぐらいかな、もうラウンドが終わって、で2人で廊下で話してたんですよ、うん、ちっちゃい声で、まあ、起こしちゃうあれなんで、わーって喋って、まあまあ周りは暗いですよね、電気も全部落としてるんで暗いんですけど、2人とも一斉にバッて右の方向を見たんですよ、右の方向を見たらうち建物が T 字で、その T 字の隠れてる部分から反対側にスッて人が通っていくのが見えた、うん、うわ、何今のって思って相方に顔を向けたら2人とも見ちゃってるんですよ、同じタイミングで、だよねっ
絶対見たよね今って言って、でもや、なんかやったら嫌だからとりあえず見に行こうかって見に行ったんですけど何もなかった。あーもうな、な、やだな、今日やだなと思ってちょっとスタッフルームに戻りかけて歩いてる最中に反対側がお大浴場だったんですよ。大浴場にカゴとかバーっと置いてあって、そこに服入れたりなんなりするとこがあるんですけど、そこのカゴがドーンって落ちる音がした。何今のと思って、で真っ暗の中そんな音がして、しかも大浴場から聞こえたらもう行きたくないんですよこっちは、うん、絶対ねしか絶対いねえよっていう感覚で、でも朝行くのもなーって追われてたら破損届とかもあるしなーと思ってもしかしとりあえず、ね、そう見に行こうかって言って、うん、2人で見に行ってガラッと開けたらカゴが落ちた音なのにカゴが落ちてないんです。はいはいはい、はい、何も落ちてないし、普通の普通のたなんか別にカゴはわーって並んでる状態だったんです。ただいかんせん僕のそのもともと働いてた職場の横って仏壇屋さんなんですよ。で仏壇屋さんがもともとうちの建物建つ前に多分横にでかい仏壇の看板があるんですけど、大浴場の窓をガラッと開けると仏壇が3つ並んでる絵が拝めるんですよ。なかなかすごいところで、で、うん、うちの建物の斜め前って納骨堂のあるお寺さんだったりするんですよ。うんうんうん、完全に通る道だよねみたいな話があって、まあ、霊道みたくなってたのかもねっていう。でちょこ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 やっぱりそういうのがあって、そこで亡くなったおじいちゃんとかがいたんですけど、うん、おじいちゃんが亡くなった次の日ぐらいからそのおじいちゃんが亡くなった部屋からシャンシャンって歩く、おじいちゃんが杖に鈴をつけてたんですけど、それでこう杖をついてスタッフルームの前まで絶対歩いてくることがするんです。でスタッフルームの前でスッて消えるんです音が。だからあでお礼参りに来たんだねとかっていう話がいろいろあった職場でした。へえ、まあちょっとねそんな怖い話ではないんですけど、まあこういう実体験もあったよっていう。いやでもなんか俺思うんですけど、うん、俺の職場だったらね、うん、スリラーナイトだったら分かるんすわ、うん、だって店内を化け屋敷みたいで話するわけですよ。うん、うん、でそういうのが好きな方々も来るわけですから、うんうん、まあうちの職場で幽霊出るのはまだわかるんですよ、うんうん、それ以外の職場で幽霊出るって意味わかんなくないですか。別にそういうとこじゃないのに。そう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 、まあ病院とかじゃないですしね。そう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 、だそういうのって俺怖えなと思うんですよね。まあうちもグループホームみたいな感じだったんで、おじいちゃんおばあちゃんの施設だったんであれなんですけど、でもねっていう置き方がいっぱいあったんですよね。ターミナルケアまで？ターミナルしないです。ターミナルしないんですけど、2人ぐらいちょっと亡くなってて、僕がいた時には1人はほぼターミナル状態になってましたけど、1人は突然だったんで、でその時は確実に僕夜勤でいた時だったんで、目の前でそのAED かけたりとかっていうのを見たりしてましたし、なかなかショッキングな映像ではあったんですけど、うん、はぁ、怖っ。で今言いながら頭の中には今昨日おとついかな、平岸かどっかだったかな、あ違う、丁寧走ってたら車ブーって右にハンドル切って、うん、そのまま小道から大通りに出た瞬間に左見たら猫が痙攣してたんですよ。何それ、目の前に引かれてたんですね、こう。あーあー見ちゃったこれと思って、もうね見てられない俺そういうの。なんかね、そっからねなんかねちょっとね変なんです僕、ちょっと雰囲気変、かわいそうって思ったとか。いや かもしんないです。やべえ見ちゃいけないもん見ちゃったって隣にいた人にも言っちゃったんだよ俺。あんまね、あの動物とかってね、かわいそうだなと思っても思っちゃダメって言いますもんね。結局あいつは居心地いいところに来るんですって。だからかわいそうだなって思ったりとかしたら、じゃあこの人優しくしてくれるのかで来るとか。なんかね、車運転したらね、やっぱなんか車の中だけね、涼しいんですよね。タイムリーにネタ持ってくるよこれ。本当にちょこちょこ起きるんですよこういうの俺。おでもなんか霊がいるところってあの本当に気温下がるんですってね。うーん、どうやらその気のせいとかなんか
感覚とかじゃなくて、うんうん、ちゃんと科学的にも霊が集まるところは気温が下がるっていう、うん、だからサーモグラフィーとかで実は分かるんですけど、僕らもね、あれなんですよ、結構前にあの平穏の時にあの、ね、有名な心霊スポットに行ったことがあって、あそう、冬なんか冬っていうか、まあ、半先ぐらいでまだ雪残ってるあれです、あの初雪降った次なんです、あれ秋なんですから、秋に行った時に逆に生温かいものを感じたんですよ。そう、2人して同じ場所でこの顔、あの左上の顔ら辺から右に抜けていく風を筋で感じるんですよ。へぇ、冬場とかにコンビニ入ると温度差あるじゃないですか。ああ、あのぐらいの差がここにあるみたいな、何もないところ。何それ、めっちゃすげえ。しかも風なかったのに風が吹くの。ちょっとワクワクすんな。ほら、ワクワクする。でそれなんかブーちゃんもそこで止まって、俺もこれ以上行けないってなったけど、俺はさらに進んで2カ所ぐらいあったの、あのね、誘惑付きのトイレの周りなんですけど、あ、こことここにあるなって思って、でもなんか俺結構別にパンって行けるんだけど、あ、ここのトイレはもう本当入れないなと思って入れなかったんですよ。はぁ、うん、ここはきついな、みたいな、無理だわってすごいよな、そのなんかね、心霊スポット。いや俺ももともと趣味で行ってましたわ、うん、うん、すごい好きだったから、うん、週4日5日、うん、1日に3カ所、うん、ずーっと巡ってましたけど、うん、今これ仕事になって、仕事で心霊スポットロケとか行くようになってから俺思ったんですけど、うん、あれね、趣味とかで行くもんじゃない、うん、やばいですよ。今は俺行ってどんだけ危険なことがあっても最終的にお金に変わるんですよ、汚い話、まあまあまあ、そうだからリスクを背負った結果対価があるわけですよ、うん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 、でそれ以外の、ね、仕事じゃない方がだってね、対価ゼロ、まあ、いや、まあそうですね、でしょ、うん、で、呪われるんでしょ。はいはい、ほんとね、いやだから僕らも一番今ね、こう伸びてる動画が去年に行ったカムイコタンっていう、あすごい、また夏場になっても伸びてきてるんですけど、そう、俺でも、これめっちゃわかるのが、その映像で見てるのもそうなんですけど、俺一番自分の中でラッキーなその心霊スポット行ったパターンとして、心霊スポット行く、めっちゃ変なこと起こる、ただターゲット俺じゃなくて一緒に来てる誰か、これが一番面白いですよ。だって俺はもう安全なんだもん。やっぱり、まあ、確かにやっぱりこいつダメだ、明るいからみたいな。俺はもう絶対安全。でも目の前で今なお何かが起きてて、この後も起こるかもしれない。でも当事者としてそこにいるからネタにもできるし。そういう部分じゃない。そう、このなんつうか知的好奇心とかなんだけど、うん、そんなを満たされるっていう。めっちゃいいやつ、あれ。これちょっと大人のね、ちょっと怖い。そうですね。おー、だからね、やっぱね、人がね、テンパってる様子見るのが面白いところなんで、この時期にソロの再生率が上がるってことは。ダウンとね、まあ、そうやって楽しんでる翔平さんね、あの、うん、最後にちょっと一つ、まあ短めで、申し訳ないんですけども、ちょっと、いいっすか、はい。何がいいですかね。さっきのもだいぶ、あれでしょ。いや、本当に、もう実はもう2つぐらいやってますからね。幽霊を倒すとか、はい、幽霊を追っ払うのってどうすりゃいいんですかって質問俺めっちゃ聞かれるんですよ、あお客さんから、うん、で、お経を唱えるっていう手もあるんですけど、うん、お経なんて知らねえじゃねえですか、うん、僕たちだから唱えようがないじゃないですか、じゃあなんか強気で行こうみたいな、うん、あ幽霊来た時になんだこらみたいな、負けねえぞっていう気持ちを出してったら幽霊ビビっていなくなるっていうのもあるんですけど、うんうん、よくある怖い話で、あの強気で行った結果幽霊めっちゃ怒ってもっと来たみたいなっていうのもある。結果ね、結果そうそう、うん、っていうのがあるから、もう結構割とね、幽霊怖い方々ってもう逃げ道ないみたいな、うんうん、幽霊が出たらどうしよう、うんうん、ばっかなんで、まあね、で俺知り合いの霊媒師さんだったりとかから結構何人からも聞いてるんですけど、うん、幽霊って下ネタダメなんですね。そうそう、これね、あの僕のツイッターフォローしてる女の子もそれで、まあ、言ってましたピーみたいなことを、なんか悲しみがかかった時にカラーって言ってたみたいな。いや、そうそうそう、そうか、そっかみたいな。なんかそのエロいことばっか言ったりだとか、そう、すごい生々しい表現とかをこう頭に思い浮かべたりだとかすると幽霊っていや、引くわーってなるんですね。ちょっとないわーみたいななるみたいで、ある日その女性のお客さんから、いや私すごい怖いのダメで、なんかそういう方法ありませんかっ
って言われたもんですから、エロいこと考えてけばいいんじゃないですかって、でちゃんとそこの後に細かい説明しましたよ、こういう理由だからって言って、だからそうなんですかって言ったんですけど、その子がね、その21歳とかだったんですよ、で全然なんかそういう経験もなく、そう、しかもなんかあんまねそういうの苦手な、死も苦手系女子で、そういうのもわからないって言ってたから、じゃあもういいわ、いい時代だから、あの携帯とかパソコンで無料の AV とかあるから、それ見てね、そういうのをあの流しとけばいいんじゃない、今日なんか怖いなって思った時はそれを流して寝ればいいんじゃないって言ったんですよ、で分かりました、それ大丈夫なんですねって言うから、いや 100% ではないけども大丈夫らしいよ、っていうことを言って、2ヶ月後ぐらいにその子来て、あの翔平さん、私言われた通りやったんです、やった結果、幽霊来たんですけどって言われて、と思って俺、ね、どんなん来たって聞いたら、あのその日それこそなんか怖い番組やったんですよ、テレビで、でそれ見てめっちゃ怖くなっちゃって、でもお風呂入るのも怖いしみたいな、いやでも入んないわけにいかないしみたいな、だからお風呂はこうなんかお気に入りの歌をこうめっちゃ大声で歌いながら入ったんですよ、で上がってきて、で部屋入ってさ寝ようって思った時ももう思い出しちゃって寝れなくて、でこれ本当幽霊来るんじゃないかなと思った結果、俺の AV 見とけを思い出してあのパソコン部屋にあるんですって、でそれ AV 流したの、寝てたら気がついたら金縛りなんですよ、でと思って、でもその AV が流れてるんですよその音声聞こえるんですよ、でもその音声の中に、枕元にパソコンあったのに、足元からもはぁ、あ、はぁ、あ、みたいな男性の声聞こえるんですよ、で何これと思って目パッと開けたら足元に40ちょいぐらいの全然知らないおっさんが立ってると思って、でと思ったらそのおっさんがめっちゃニヤニヤしながら近づいてくるんですって、で近づく中でスーツ着てたらしいですけど、ゆっくり一枚一枚脱いでくるんですって、嫌なパターンだな、それはそれで一枚ずつ脱いでって、ベッドの横、自分のその枕元に来た時には単一だったんです、でも単一で分かるいきり立った陰部で、うわマジかこいつどうしよう、何これ、幽霊変人どうしようってテンパってる間にそいつが覆いかぶさってきてめっちゃチューしてくるんですって、うわで、そんな経験ないから、そのお客さん、チューってこんなんみたいな、なんか経験ないけどもなんとなく感覚でこれうめえんじゃねえかって目指したらしいんですよもしかしてこれそう、これってすごいうまいんじゃないかみたいな、全然体しか入んねえしみたいな、でそのまんまこうじゅんぐりじゅんぐり攻められてってでもめっちゃ怖いから、もうこれどうすりゃいいんだろうってなって、ちょっと気持ち完全折れた瞬間にその男性が急にあっって顔していなくなったんですよ、だ多分真摯な幽霊だったんでしょうね、起きたの分かったみたいな、本当にもう嫌なんだこの人、喜んでるわけじゃないんだっていうのが分かったのか、去っていなくなっちゃうみたいなで、あの私本当にあのそういうことがあったんですよ、でも翔平さん言ったじゃないですかっつって、あのエロいこと考えたりとかそういうのやったら幽霊来ないって言われたんですけど、俺一つ言い忘れてたのが色情霊っていう幽霊がいるんですよこの色情霊ってあとエロすぎて成仏できない幽霊そんなのいた、そうセックスの快楽が忘れられないだとか、あの女の子とセックスしかったのにできなくて童貞で死んでしまったからそれが未練で成仏できない幽霊はごくまれに AV とか見てたりとかすると来るんですよ、それが来たんだ多分それ来たんでしょうねねえもね、そうだからその除霊の方法って難しいねっていう話でしたなんかもうあの40代の幽霊で、でもなんかね、その例えば経験したことなかったとしたらもうあれは妖精ですね、いやあれは妖精幽霊っていうか妖精ですいやでも初めてで分かるこの宙うまいんじゃない、すごくないですか女子の怖いところですよね、そういうすごくないですか、気づいちゃった本能そういうのを冷静に判断してるってやっぱりね、ところがなんか、すげえ、まあ、男子は本当ね、頑張っていただきたい見てよ、冷静に女子はね、そういうとこ、全員見ていますからね、違う違う、それも怖い話ですけどはい、というわけでね、濃い話がいや、濃かったですねやりましたけども、はい、内容的になんかいろんな意味で怖かったですね幽霊の話というか、まあいろんな
面でっていうかね、はい、はい、まあ、ということで3人で、はい、はい、まあ、まあ、時期の早いですけども、なんだったらすごいオチを作っていただいた階段でしたけれども、はい、はい、3人で今日は階段をしてみました、はい、ということで、はい、はい、一度ちょっと音が消えます、はい、はい。